引き続いて社内取引の性質を考えていきましょう。で、今回は社内取引が最大となるのはどういう場合かということを考えます。で、まあこれは基本的には情報がある事象が起こるのは不確実になるものについてエントロピーは増大する。まあ、先ほど確実に起こるものはエントロピーはゼロだって言いましたけれども、不確実なものであればあるほどエントロピーは増大します。で、このエントロピーが最大になるのは、どの事象が起きるかわからない。確実がわからない場合。すなわち、それが起きる確率が N 個の事象があるとして、それが同じ確率を持つ。で、これだったら何かは一つだけ起こりやすいとか、起こりにくいとはないです。全て同じ確率。これはサイコロでもそうですし、コイントスでもないですが、同じ確率で起こるものについては、我々は予想がつかない。それは不確実なもの。そういう場合には、エントロピーが起きてきます。で、この場合だったら、P1 プラス P2 プラス Pn イコール1だから、すべての i について Pi が、要するに N 個の確率変数があるんだったら、一つ一つの確率が N 分の1になる場合ですね。で、この場合には、そのエントロピーは Pi 分のログ Pi 分の1で、N 分の1ログ N になって、ログ N ということになる。これが多分、エントロピーが取り得る最大値ですね。これは最高の目の場合でも、これはこういうグラフ前にも言いましたけれども、これは結構ログ N、ログログになります。ログ6になりますね。N ですから、N が6です。これは、ペアのコイントスの場合ですから、これは6、2になって、1になる。で、これは実は後で見ますけども、実は1ビットというのはそういう意味です。で、P プラス Q イコール1を満たす。これ先ほども見ました、先に2個の確率、このエントロピーのグラフなんですが、これもその頂点、一番大きな値を取るのは、P が0とか P が1だったら、みんなエントロピーが確実に0になっちゃうんですが、この真ん中の P イコール Q イコール2分の1の時に、エントロピーが最大になります。で、エントロピーの性質で実は情報との関わりでは、まあその、エントロピーの単位というのは実はビットなんですね。で、まあ今見たように、まあ、2項の変数0と1があった時に、最大エントロピーは、2分の1、2分の1。2つの確率変数が同じ確率を持つと。で、これログ2イコール1。これはエントロピーの単位として、ビットと言います。定を2に取ったとき。で、そのエントロピーをビットと呼びます。で、ビットは2つの状態を持つものの最大エントロピーということになります。で、まあ、X が0、1、2、3、4つの場合に、この最大エントロピーは4分の1、4分の1、4分の1、4分の1で、これはログ4になって、2ログ2、イコール2ビット。4つの状態を持つものの最大エントロピーは2ビットですね。だって4つの状態というのは0、0、0、1、1、0、1、1でちょうど4つ。これはちょうど2ビットですね。で、一般に2の N 乗の状態を持つものの最大エントロピーはログ2N。だから N ログ2で N ビット。で、これは我々のビットについての直感と一致してますね。N この、2の N 乗この状態を持つものの最大エントロピーは、N ビットになる。で、そういうふうにエントロピーと我々が日常的に使っている情報の単位、情報量の単位としてのビットは実は一致するんですね。これは当然のことなんですが、大事なことです。ビットという単位はどこから来たのかっていうと、このエントロピーから来てるんだと思った方がいいと思います。